石川県では現在も断続的に地震が続いていますが、この地震による津波警報が石川県の能登、加賀、新潟県の城中下越、佐渡、山形県、富山県、福井県、兵庫県北部で継続しています。各地では地震発生後、建物の倒壊の情報や人が閉じ込められているという情報が複数入っているということです。一方、気象庁は、 昨日午後11時過ぎに震度7の地震を石川県で観測したと発表しましたが、その後、最大震度3だったと訂正しました。気象庁は午前0時に会見を開き、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ないと謝罪した上で、誤った震度が発表された原因について調査しています。